9回、西武が抑えての話ですけれども、はい、ジャイアントそれはプレッシャーになりますんでね。またそういうところに大木さん、この桑田のを揺さぶるきっかけっていうのもね、そうですね、出てきますからね、3点と2点差ではもう随分違いますよね。桑田からフォアボールで、ね、をもらうっていうのはもうなかなかね、確率としては悪いわけで、先ほどの杉山のように3つフォアボール出してコーンと満塁ホームランなんていうようなことない限りは、ビッグイニングには桑田からビッグイニングを作るっていうのはちょっと難しいですから、とりあえずはまず1点というところで8回9回でね、2点ならワンチャンスという形が出ますんで、おっとこれはファールボール、バットのグリップに当たりましたか。浅野さん、はい、バット中中1日で、今日もう100球過ぎてますよね、これから先の1球1球っていうのが、すごく体力の消耗する球数だと思うんですよ。あ、ピッチャーにとって、はい、ですから今のシュートもね、はい、まあ、ワンエンドワンの2ストライクカウントから今のところへ投げるような球ではないですから、少しずつ握力が弱まっていると思いますね。そのあたりこう微妙にこう桑田自身の中でも変化が起きてくる、この7回からの展開。まあ、本来ですね、完投ペースっていうのは最初のスタートにバーンと飛ばしておいて、中盤でちょっとセーブしながら、それで後半の力を持っておくと、こういうのが大体完投ペースなんですよ、ね、ね、やっぱり日本シリーズになるとね、そういう余裕がないんですよ、だから飛ばしていってしまうんですね。あ、石毛が投げています。そしてその左に橋本、岡崎、原田渡ってワンアウトです。浅香さん、はい、辻さん、先ほど退場しました大塚選手なんですけども、ね、お願いします。まあ、本人に話聞いたんですがね、なんか本人もどういうふうな格好でどこを痛めてるのかあんまりよく分からないような状況だったと。それで肘の下大体5センチぐらいがですね、ちょっと出血してましたけれども、何やらその衝撃からか左の手首の方にもですね、ちょっとダメージがあったようで、まあ、病院の方には行かずにアイシングをして様子を見るということです。大事を取るということです。そうですか。先ほど退場した大塚選手の情報が入りましたけども、ちょっとしびれているような感じにも見えましたが、とりあえずアイシングで様子を見るということです。さあ、今日は6回に尾形の満塁ホームランが飛び出して5対1とリードを奪った巨人ですが、その裏すかさず清原もバックスクリーンへ飛び込む特大のホームランを打ちました。日本シリーズの第5戦、西武巨人、白熱の試合を延長してお送りいたします。日本シリーズの第5戦、西武巨人の試合、このまま放送時間延長してお送りしてまいります。ちょっと桑田のピッチングもですね、やや疲れがというような話も出てきてますけども、この後はやっぱり石毛、橋本ということでしょうかね、もしつなぐとすれば。そうですね、まあ、橋本は昨日ずいぶん掘りましたんで、行くとすればもう石毛ということになると思いますけどね。何点リードしてるかっていう状況にもよりますね。まあ、石毛1イニングというのが、ね、パターンでしょうし、ですから、まあ、今の少し疲れは見えますけども、そんなに連打を置くというような、ね、内容ではありませんのでね。ツーアウトまで取ったこのイニング、桑田トップに帰って辻です。
のピッチングが続きます。桑田一球一球ボールに何かつぶやいています。第1戦の先発、そして第3戦のリリーフ、そして今日この第5戦の先発。行けと言われればいつでも行きます。エニタイムですよ。とにかく僕には4年間の屈辱がありますから。あの1990年の日本シリーズ、この西武の前にあっけなく4連敗で敗れてしまったジャイアンツ。しかし今年は一試合一試合投打とにかくしのいだり、あるいは傘にかかったり、王者西武相手に食らいついているジャイアンツ。野村さん、昨日はやっぱり辻が3本ヒット打って全部得点に結びついてましたが、今日はきっちり抑えてますね。まあ西武打線を抑えていく一つのテーマはもう辻をいかに抑えるかですからね。今日辻初めてのヒットでツーアウトですがランナー一塁です。ツーアウトではありますけどね、この羽生田がつなげるかどうかですね、はい、次は佐々木ですから見てる方は面白くなりますからね。さあ大下さん、次のイニングかと思ったポイントがちょっと早く来ましたね。2アウトですけどもね、あの佐々木までつなげるかどうかですね、だからこの羽生の打席にかかってますよ。次は佐々木、そしてバックスクリーンへシリーズ通算12号を打ち込んだ清原、西武のクリーンナップへつなげるか羽生田。まあ、まず1点という話が先ほど野村さんからありましたけども、まあ、一気に同点ないし返そうと思うとね、かなりその精神的に辛くなりますからね。もうとにかく8割以上負け試合ですから、ですからもう粘っこくね、相手が何したら嫌がるかということを考えながらやってれば、ある意味ではこう道が開けるかも分かりませんのでね。で桑田のカウントがノートゥーです。バッターとすればなんとか次のバッターなんとかしてつなぐという気持ちでやっていけばいいんじゃないですかね。これとこれも外れてノースリー。さあ北別府さん、この羽生田に対してノースリーどう見ます？走る場面じゃないと思うんですけどもね、結構ランナー気にしてるみたいですけど、2球待ってもいいぐらいですね。まずその1球はストレートが入ってワンスリー、次も待ちますか。打つんなら絶対甘い球、絶対ボールは振らないっていう、それぐらいこう大事な1球ですよね。ランナーがスタート、ショートゴロ、羽生田つなげず、桑田はしのぎました。7回終了5対2、ジャイアンツ3点のリードです。レガシー、さらに上質な走りへ。その育毛剤はあなたに何をしてくれましたか？
カシューが毛根の余分な油を取る。蓄積人参が毛根に力を与える。アポジカ。カロヤンアポジカ、医薬品だけにできることがあります。第一製薬。西武のマウンドに今日4人目のピッチャーが登場しました。香取です。この香取は第1戦11対0で勝った時に9回1イニングを投げております。さあこの後どうなりますか。ここまでは富士重工、第一製薬がお送りしました。冷えてきましたね。こんな季節はどっかにいい人いませんか。あら、紹介しようか。してして。じゃなくて、こんな季節はローソンの高めに揃ってます。お電話均一70円。あらあら、まあまあ。新作登場、中華まん。唐揚げくんも揃ってる。それはいいですね。いろいろ揃って。なんだか、どこで君は。どこでお姉ちゃん好きな人いるんでしょう。別にローソン。ここからは暮らし広がる世界の品質 P&G とご覧のスポンサーがお送りします。ジャイアンツがこのまま逃げ切るのか、あるいはまた西武が追いつくのかという第5戦ですが、8回の表ジャイアンツ、この回先頭の原が変わったばかりの香取からセンター前ヒット。これがジャイアンツは5本目のヒットです。ノーアウト1塁。さあ香取が今日これが4人目のピッチャーということですが、昨日は6人のピッチャーをつないで最後はサヨナラ勝ちを収めた西武。まあ、稲尾さん、このシリーズは森監督のこの継投策のシリーズと言われてますけども、はい、今日もつないでつないでますね。そうですよね。だからこの継投策がどう出るかっていうのがね、ちょっと西武側の方とすれば、このシリーズ制するかにかかってる。もうこれはもう、シリーズ始まる前からのね、我々も味方だったし、もう森監督も腹をくくって挑んだと思うんですよ。しかし今日のゲームを見るとなんかもう一つなんか手がなかったかなという感じはこの時点までは感じますよね。その辺は継投策の継投策、野村さんご覧になってて今日の森継投策はいかがですか。結果的には失敗したわけですからね。杉山というピッチャーの信頼度が高いだけに決断はしやすいけれども、まあ失敗すると悔いの残ると言いますかね。まあ先発ピッチャーの渡辺と杉山との信頼度ですからね。ここで原がスタートを切りました。なんといっても尾形の満塁ホームランが効いています。ただ大下さん、昨日の例がありますんでね、4対1から結局追いつかれて逆転されましたからね、巨人は。そうなんですね、ここは今バスターエンドランをかけましたけども、あれきちっとセカンドに送った方がいいと思いますよ。変に動く時じゃないと思いますね。4回にはこの後藤が原を送りバントで送ったんですけども、これで2エンド1。
しかし大木さん、何かこのランナー原がホームへ帰るか帰らないかっていうのはこの後ちょっと響きそうな気もするんですけどね。そうですね、これでですね、ライオンズがまあ1点しつく前にですね、先にジャイアンツが取るとほぼまあ、ゲームが終わるんじゃないかという気がしますね。レフトへ上がった、大きい当たりだ、これもオレンジのメガホンに吸い込まれた、決定的なツーランか。このシリーズを抑えられていた小僧がようやく本領を発揮。5点になりました。今のこの後藤のホームランですが、野村さんちょっと解説してください。配球ミスか失投か完全に読まれてますね。あ、また読みやすい背景があるんですよ。もう最後のまとめはずっと変化球ですからね、はい、この2点は大きい、その差が5点になりました。これで稲尾さんもう安心して牧原を6戦頭に持っていきますね、うん、そうですよ ね、 ねさっきからブルペンで投げてたんでね、うどうなるのかなと思ってたんですけど、まあこの点差でしたちょっと球数がふわっと多くなりましたけども、はい、まあこの点差は大丈夫でしょう。これは大きなダメージ点ですね。それにしても今日の伊藤のリード面はちょっと普段ペナントレースで見てる伊藤とはちょっと違うなっていう感じがしますね。お、その辺は具体的にはどういうことですか。なんかもう一つなんか考えすぎたのかなというそんな感じがするんですが、小木さんどうですか、ね、先ほどの満塁ホームランですね、うん、はい、あのあたりもちょっと裏の裏を行き過ぎたという感じがしますね、うん、裏考えすぎたという感じがしますね。やっぱり杉山の各尾形の各ということを考えるとですね、うん、もう少しやっぱり自信持って、良かったと思いますがね。村田もセンター前ヒット、これでジャイアンツのヒットは7本になりました。しかし今日は7本のヒットで7点、非常に効率のいい攻めを見せています。古田さん、はい、今その裏の裏を書きすぎたんじゃないかというお二人のお話出たんですけど、キャッチャーとするとやっぱり第5戦ということもあって、はい、うん、今まで通りの攻めでいいかなっていう時期ではあるんでしょ。そうですね、そういう、まあ、迷いがあって、まあ、いろいろ考えながらやってるんですけども、まあ本当に難しいんですよね。あ、まあ、打たれてからしまったと思うことが多いんで、あ、裏か表かっていうことはね。お、ここで送りました。その判断は本来基本的な結果論なんですよ。相手があることですから。だから変化球を意識させておいてズバッといくっていうところは、結果的には相手はストレート待ってたってことがありますからね。そういう意味では裏か表かっていうのは結果を見て、結果が出てから言えることであって、なかなかキャッチャーとしてはその判断非常に難しいんですよ。レフトへ上がって球はどこへ行く。画面では先ほどの尾形の満塁ホームランが流れておりますが、まあその裏か表か、表か裏か、何かこのオセロゲームみたいでね、失敗すると一気にこの白とか黒にいっぺんになっちゃうというところが、まさに今日はもう全部4枚白から黒に変わったというのがこの尾形の満塁ホームランでしたね。浅岡さん、はい、辻さん、試合前の伊藤捕手にちょっと話聞いたところですね、まあ4戦目が終わっても例年あるはずのこのシリーズ中のひらめきというものはないということなんですね。まあデータ重視でやってるもちろんそうなんだけども、いつもそのひらめきっていうものは最も大事なんだというふうに語っていた伊藤捕手なんですが、まだないということです。あ、なかなかまあこのひらめきというかそのデータもひらめきも
重視しなくてはいけないポジションなんですが、今日はこの伊藤手痛い一発を食らい、いや2発です、尾形と後藤に、しかもランナーを置いてのホームランを打たれて5点のリードを許しました。森下さん、まあ、巨人とするとヒットがどん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 増えて、まあ、今日は7本ですけれども、打線のつながりという面では、ね、非常に何か良くなってますし、その辺どう森監督が修正していくのかというのも興味が湧くところなんですけどね。第6戦がね、今日はジャイアンツは吉村ソロホームラン、尾形満塁ホームラン、そして後藤にツーランホームラン。からも盛んに声が飛んでいるようです。チャンスに強い長嶋巨人、ピンチに強い森西武と呼ばれますが、今日に限ってはチャンスに強い長嶋巨人の面目躍如。シリーズ前は第6戦あたりがビッグゲームになるでしょうというふうに話していた長嶋監督ですが、その予言通り今日このままいけば再び本拠地ドームに帰って第6戦第7戦、その差は6点になりました。便秘には運動、野菜、コーラック。決め手は丁寧な5層コート、胃で溶けず腸でしっかり効く仕組み。やっぱコーラックだな。ビダルサスーンからスプレー、日本新登場ヘアスタイリストが仕上げるように髪にしなやかな動きを残し、時間が経っても崩れません。見せる髪、サスーンクオリティ、ビダルサスーン。おやすみママ、おやすみパパ、もう眠たくて、おやすみのキスもできないよ。でも待てよ、そうだ、戸締まりと火の始末確かめてなかった。戸締まり用心、火の用心。 When you smile at the sun shining in my heart, embracing me all around, and deep in your passion love, and I know when you touchUtsukushiku iki te hoshii. Ion Kesho Hin. Oh, my God! 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 Oh, my God!
この P マークで特別割引になります。ほらね、 P マークのお店で5から 20% の特別割引。ねえ、私のにも P マークついてるでしょ。うん、サミちゃんから貸してよ。これがメインカード、住友ビザカード。私は住友のビザ。野球中継延長のため、木曜ドラマママのベッドにいらっしゃいはお休みとさせていただきます。木曜ドラマママのベッドにいらっしゃいはお休みとさせていただきます。どうかご了承ください。今日はジャイアンツの打線が効率的に打ってホームラン3本、合計8点を挙げまして、その差は6点となっている第5戦。8回9回を残している西武の攻撃ですが、この8回は3番の佐々木からです。浅岡さん、どうぞ。終盤に来ての桑田なんですがね、堀内ピッチングコーチは確かにバテは来てると言うんですよね。それで変えようかということをね、桑田に言ったそうなんですよ。ところが桑田の方がね、絶対今日は最後まで行かせてくださいと言ったそうですね。まあ、堀内コーチはね、こういうピッチャーが出てくれるのをね、俺は待っていたんだよと言ってました。なるほどね。いやー、しかし稲尾さん、もう今のコメント聞くと桑田のこの試合にかける気持ちがね、伝わってきますね。そうですね。これはね、本当にね、この桑田というピッチャー、ビッグゲームになればなるほどね、気合が入ってね、その気合がね、自分のピッチングをものすごく良くするんですね。だから本当に毎年シーズン前の今年は桑田何勝するかないつも期待するんですけど、なんとなくゲーム見てるとこう、間が抜けたっていうか気が抜けたゲームがあるんですね。だから14勝とかね、15勝っていうのは本当は信じられませんけどね。そんな中でこの清原にはこのシリーズ初戦に続いて、今日も第1戦に続いて今日もホームランを打たれました。ここは、まあ、勝負という、チームの勝負というよりも KK の対決ということで興味が湧くシーンです。19打数の7安打。この対桑田ということだけ取ってみても、87年の日本シリーズ以来、11打数の6安打、ホームラン2本。やっぱ古田さん、はい、インコース2本ついてきましたね。そうですね、もうやっぱり徹底しようと思ってるんでしょうね。まあ、ここは後先のことは度外視の本当の勝負してますからね。ここは勝負では勝負に入っている桑田対清原。今野村さん、桑田が首振ってストレート投げましたね。ということは桑田がストレート行くぞっていう、いや、もう一丁内角か嫌だ、フォークか嫌だ、まっすぐだっていう。さあ、これもこれもこれも行くのか。恐ろしい清原の執念、恐るべし。2打席連続桑田を打ち砕きました。2打席連続、しかも2打席連続バックスクリーン。岩田からこのシリーズ通算で4本目、しかも岩田からは3本目です。いやー、大下さん、ちょっとびっくりしましたね。しかしあれだけ強気でいってて最後かわそうとしたんでしょうけどもね。まあ合うんですね。しかしこれ桑田の野球というか、対西武には勝ってるんですけど、対清原では完全に負けてるという、なんか非常に複雑な心境でしょう ね。今のは野村さん、清原のホームランですけど、いや、再三言ってますように、合うんですよ。理屈抜きなんですよ、こういうの。僕らも経験ありますけどね、不思議に合うんですよ。
だから別に山を張って狙い球を絞ってるわけじゃないんですよ、ただ来た球を打ってりゃ何だか結果が出るっていうこういうピッチャーいるんですね。難しい。それでそこへそのもうだん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 結果が出るでしょ。こうして自分のバッターボックス入るとね、自分の好きなところ好きなところに投げてくれるようなそんなプラス思考が出てくるんですよ。自信に満ち満ちてね、何でもいらっしゃいというようなゆとりとか余裕とか自信とかっていうのがね出てくるピッチャーって確かにいるんですよ、日本シリーズは通算11勝最多勝の稲尾さん、はい、稲尾さんにはこういうこう不思議と合っちゃうバッターっていました？いや、 やっぱりね、ずっとはないにしてもね、そのゲームのやっぱり合う人っておるんですね。まあ、ピッチャーというのはそれを避けることができますけどね、意識的にフォアボール出したりとかってことはできますけど、いやー、います、確かにいいんです。もう振れば全部ヒットとかね、もう振ればバットを芯に当てられるとかね、その時はもうね打たれて当たり前という攻め方を我々するんですよね。まあ仕方ないですね、これは相性の問題ですね。カモと苦手っていうのがあるじゃないですか。いや、ただね、その桑田はね、全打席って言っていいほどね、縦に割れるカーブをね、清原に1球も投げてないんですよ。あれがどうなのかなと思いますね。逆にやっぱり清原に対するこの気持ちがね、なんか先に立っちゃってるっていうことですかね。そうだと思うんですけどね、なんか全力で投げないとね、なんか勝負してる感じがしないのかもしれない。このシリーズ初めてのヒットが生まれました。まあそれにしてもこの桑田を2打席連続しかもバックスクリーンに打ち込んだ清原っていうのは、これプロ野球史上にこのシリーズはこの試合はちょっと長く残りそうな気がします。バッターは途中から入っている吉武。松山さん、この桑田のですね、球数も150球超えましたけれども、はい、本当清原にはストレートばっかりでしたが、他のバッターに対しては本当にまだ心にくいようなピッチングがね、そうですね、あるんですけどね。やはりこういう気持ちがあるからこそね、こうやって大舞台に投げると思いますけどね、これを失ったらやはり強気な勝負はできないですよね。吉武打ち上げてショートの河合がおっとポケットキャッチ。それにしてもこの回は清原の2打席連続ホームラン、またまたバックスクリーンへ度肝を抜くホームランが生まれました。その差5点です。今日一日を茜に染めて、明日のことはまた明日。ああ、五臓六腑に夕日がしみる。薩摩白波。結構動いたのによれてないって分かった時は驚きました。キルティング加工が新しいウィスパードライメッシュが、キルティング加工で吸収層から離れません。だからこんな風になっても中だけがよれたりしないで、きちんと吸収して閉じ込めます。どんな時でもしっかり受け止めて、いいなって感じる肌触りです。よれないキルティング加工のウィスパー、新発売。不思議も夢も冒険もありったけのワンダーがここにある。おいでよワンダー大陸、オーストラリア。グイ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 
腰の痛みにグイグイもみもみ、低周波サロンパルスグイもみ新発売。こんなのって久光。桑田清原 KK 対決の歴史にまた新たな1ページ。驚きました。桑田から2打席連続の、しかもバックスクリーンへともに入るホームラン。これはその時の松井の絵ですけど、あー古田さん、さすがの松井もびっくりですね。まあ、びっくりしたのは松井だけじゃないですから ね全員びっくりしますから。野球中継延長のため木曜ドラマはお休みとさせていただきます。野球中継延長のため木曜ドラマはお休みとさせていただきます。どうかご了承ください。さあ9回の表の巨人の攻撃は、先ほどその清原のホームランを目の当たりにした松井ですが、レフト前ヒット。今日松井は最初のヒットです。そしてこの回から西武はバッテリーが変わりました。マウンド上は5人目の村田、そしてキャッチャーも伊藤から上田に変わっています。大西さん、この継投策の中でこの村田がですね、今日も初めて登板した今わけなんですけども、どうも森監督の継投策の中にはちょっと入ってないのかなという。そうですね、先ほどのね、その杉山の場面ですけどね、例えば村田とかそれから、香取とかそういう信頼があればですね、おそらく村田は杉山を外してたと思うんですよね。ここら その信頼の問題でね、杉山を引っ張ったという、引っ張らざるを得ないということでしょうね。この辺はしかし野村さん、そのピッチャーへの信頼っていうのは微妙な形で出てくるもんですね。まあ、選手と監督という、まあ、関係の中での一番大事なといいますか基本ですからね、信頼関係、信頼性機能っていうのは、それはもう組織においては欠かせない要素ですから、それによって継投策だね、選手の起用っていうのはかなり影響しますからね。バッターボックスは大久保。西武時代の6年間は一軍通算で1割8分9厘6本のホームランだった大久保が、巨人に移っての3年間で34本のホームラン。今シーズンもサヨナラ2本を含む9本のホームランを打って、昨日も9回土壇場で同点に追いつくホームランを西武ナインの目の前で放ちました。大久保が3球見逃すなんていうのは考えられないんですけど、タイミング合いづらいんですね。まあ、古田さん、こうシーズン中も4球続けて大久保がじっと待ってるってことは、まずそうですね、まあ、待ってるというよりもちょっと手が、はい、今のなんては手が出なかったって感じですよね。清原と松井、
松井がスタートを切ってファールボール。あれよりもっと高い球をホームラン打ったんですけど、今は絶好球でしょう。野球って面白いなと思うんですけど。これはキャッチャーフライ、上田が取りました。今ツースリーからさっきは走らせて、今走らせてないんですよね。この根拠は何だろうと思いますけど独特のコンピューターじゃないですか。大下さん、その辺はいかがですか。すいません、難しいこと言いました。しかし大木さん、まあ、そういった意味では本当にこのリードの中でもすごくこう見る人が見ると楽しめるって言っては失礼なんですけどもね。そうですね、興味が尽きない長嶋采配ですね。まあ、1年の中にはいろいろあるんでしょうけども、しかしこのシリーズ見ておりますとね、しかしそれが当たっておりますからね、これまた不思議ですよね。バッターは岡崎です。また松井がスタートを切りました。幅が高く盗塁成功。野村監督は ノーマークの時走りますからね、松井は。だからおそらくサインではないと思うんですよ。でも野村さん、ここであえてそれを見せる必要ないですね、今日のゲーム。今日はホームランのそのホークス戦にお客様も酔いました。日本シリーズの第5戦、3本のホームランで大量8点を挙げているジャイアンツ。ツーアウトで松井は3塁です。今日はヒット2本の原。痛烈の当たり、レフト線、松井がゆっくりホームイン。打った原は2塁へ行きました。ジャイアンツに9点目が入りました。よしよしという長嶋監督、今日はオレンジのメガホンがもう右に左に上に下に狂喜乱舞といった感じです。先ほどから守備でセンターに入っている屋敷がバッターボックス。ジャイアンツのヒットの数は10本になりました。昨日に続いての2桁安打。今日は投手戦ではないかと長嶋監督が試合前に話していたそうですが、そうではなく両チーム合わせて12点、ホームラン4本が飛び交うという
打撃戦になりました。ホームラン5本が飛び交う打撃戦です。ただ大木さん、やっぱりこう村田のこのピッチング見てると、やっぱり信頼度はこうだったのかなっていう気がしますね。そうですね、まあ香取もそうですし村田もそうですし、やっぱりほぼ勝負がついてからね、まあ出てくるピッチャーですからね、まあ森監督の見方は、正しいと思いますね。それとシーズンの終盤ね、ほとんど、先発しておりませんからね、村田ってのはね。第2戦のあの牧原完封勝利の時は最後すさまじいダイビングキャッチでウィニングボールを掴んだ屋敷がバッターボックスです。アウトで二塁一塁、では桑田がタオルを肩にかけて、さあ残すイニングはこの9回の裏の1イニングだけということになっております。桑田の当たり大きいんですが、ボールの左、今日このまま勝ちますとこのシリーズ3勝2敗となってジャイアンツ王手をかけて本拠地東京ドームへ帰ることになります。監督としては17年ぶり3度目の日本シリーズの采配、長嶋監督。思えば今から20年前の秋、我が巨人軍は永久に不滅ですという声とともにユニフォームを脱いだ長嶋監督ですが、その同じ秋にひっそりとユニフォームを脱いだのも森監督でした。その後森監督は8回のリーグ優勝と6回の日本一といういわゆる名将の地位を不動のものとしましたが、一方の長嶋監督は17年ぶりにその森監督と日本一をかけて今年の日本シリーズを戦っています。6回に尾形の満塁ホームラン、そして8回には後藤のツーランホームラン、3回には吉村のソロホームラン。今日は一発攻勢のジャイアンツ。さあいよいよ日本シリーズの第5戦、残すは9回の裏西武の攻撃です。桑田がマウンドへ向かいます。今週の小島お買い得ニュース、今週も安く売るぞ。14型テレビ 17,800 円、シャープ留守番電話 26,800 円、
い合わせはフリーダイヤル 21-0001。 コーチマ、ありがとうございました。あの4姉妹が映画になった。4姉妹物語公開に先駆けて映画が10倍楽しめる先取り映画館、今ポッキーで当たります。詳しくは雑誌店頭で。伝統の和菓子をアイスにしてみました。和風特選、華やかな洋菓子をアイスにしてみました。洋風特選グリコ。あの帝国ホテルの設計者フランク・ロイド・ライト、今世紀の初め星のように輝いた天才の作品が淀港迎賓館として今よみがえりました。美しく住んでほしいと用意された収納の数々、ライトも大切にした美しい収納、美しい生活、ヨドコーのテーマです。ヨドコー。液体か粉末か、コンパクトになったパワーボーナスでさあ実験です。こっちには粉末洗剤、こっちにはパワーボーナス、そして丸洗い。これがゴシゴシ洗いのいらないパワーボーナスの力。洗浄力でパワーボーナスを超える粉末洗剤があるでしょうか。日本シリーズとしては30年ぶりのナイトゲームで行われている今年の日本シリーズ、3戦4戦5戦、いずれもこの冷たい秋の空気の中、湧き上がるような熱気に包まれている西武ライオンズ球場。いよいよ9回の裏、西武の攻撃が始まっています。ここまでは暮らし広がる世界の品質 P&G とご覧のスポンサーがお送りしました。さらに上質な走りへ、レガシー 2.5 リッター新登場。週末はスバル。レガシー My First。 時代は回ってます。揚げたてのサクサクコロッケがレンジでできる。あ、うまい。今日から新レンジ生活、ニチレイから新登場。負けない僕へ、素直な涙で。マツダジュリア優先、負けないブロークンハート Now Sale。 かなり来てる、感じてる、乗ってけ。この運動神経は普通じゃない。ナイスボディは俺のもんだ。誕生三菱 FTO。 今度はスポーツマンを変えたかった。9回の裏の西武の攻撃、上田が三振に倒れてワンアウトランナーありません。バッターはラストバッターの田辺。この田辺も2エンド1です。さあ3勝目に向けてジャイアンツアウトカウントはあと2つ。この桑田、第1戦そして第3戦に続いて3度目の登板、激闘続いていよいよ9回、ワンアウトまでこぎつけています。西武も粘る。ワンアウトからランナー一塁、西武のヒットも10本になりました。まあそれにしても大下さん、第3戦第4戦と西武が残塁がですね、3戦が10、そして昨日も勝ちはしましたが残塁8、そして今日もここまで残塁の数が7と非常に残塁多いですね。つながりがないんですね、らしくないですね。トップに帰りました。その差は6点ありますが、ライオンズ それにしてもこの桑田、まさに勝利へ向けての執念そのものが投げているといった感じで力投。球数すでに161球を超えています。
さあこうなると稲尾さん、桑田が今日完投して第6戦牧原で一気に長嶋監督勝負に行くというそうですよ ね、 すね、まあ予定通り、長嶋さんとしては予定通りでしょうね。でもこの試合にかける執念みたいなものは、牧原をベンチに入れてリリーフにね、使おうとしたというか、はい、これを執念が桑田をここまで持っていったということも言えなくもないですね。逆に大木さん、第1戦で桑田で落として、その後牧原がああいういいピッチングをして、そしてまた今度牧原、桑田がリリーフで今日先発と、その辺牧原と桑田がいい具合にこう回ってますね。そうですね、いろんな意味でジャイアンツの、まあ、投手陣がですね刺激した第2戦だと思いますよね。そして辻もカーブで三振、6つ目の三振。さあいよいよ日本一へ向けて王手をかけるかジャイアンツ。9回の裏、西武の攻撃も2アウトランナー1塁。思えばこの第3戦から舞台を西武球場に移した今年の日本シリーズですが、あの第3戦10回ワンアウトランナーなしでこの桑田がマウンドに登って抑えました。昨日は西武のサヨナラ勝ち、そして今日はホームラン5本が飛び交う打撃戦。どの試合も大変な試合になりました。そしていよいよジャイアンツが今年の日本一に向けて王手をかけようという瞬間が迫っております。巨人がこのシリーズ3勝目、いよいよ王手をかけました。いやしかし野村さん、この今日の桑田いかがですか。まあ、立ち上がりかなり不安な立ち上がりだったんですけどね、1、2回大変なピンチをいきなり迎えて、本当によくあそこで踏ん張ったと思います。踏ん張ったというよりは、まあ、チャンスで辻あるいは石毛というベテランが簡単に凡打してチャンスを潰してしまったといいますかね。ここで3回から本当に立派に立ち直りましたね。まあ、それにしても大下さん、今日はこの牧原まで本当に行くぞと見せた長嶋巨人のこの執念が桑田の執念と一緒になって勝ちましたね。そうですね。放送席勝利監督インタビュー、ジャイアンツ長嶋監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日も本当にすごいゲームでした。そうでしたね、はい。まず何といっても驚いたのは尾形選手の満塁ホームラン、あの6回の満塁、まあ、よもやというね、本満塁出ましてね、やはり今年はいろいろとこうミラクルボーイがレギュラーシーズンから出ておりましたけどね、この大事なゲームでよう大型あそこで満塁打ってくれましたね。あそこでかなり局面も優位に立てましたし、桑田の球数もあそこから乗ってきましたしね、まあ、何といっても昨日のサヨナラの負けの嫌な雰囲気をやっぱり桑田の力投でね、吹っ飛ばしてくれましたし、非常に今日は投打の噛み合いがうまくいきました、はい。本当にその今話に出ている桑田投手は見事でしたね。見事でしたね。球数はどの170近いでしょう、おそらく。そうですね、160は超えてます。そうでしょ。ですからね、やっぱり桑田のスタミナとしたたかな精神力、やっぱああいうマウンドに出てきますとね、やはりバックもかなりのノリも良くなるし、集中も出てきますしね。今日は本当に桑田よく投げてくれました。ブルペンでは牧原投手もリリーフされてました、準備されてましたね。まあ、クロスゲームではワイニングはもし勝ちゲームだったら昨日同様まあ投入するつもりでおりましたけどね。この後ニュースステーションの中でも続けてお伝えしてまいります。かなり下の温存しましたね。私のおじいちゃんとおばあちゃん、なんと2人の初デートは菊人形だったんだってね。今年で83回枚方大菊人形花の乱開催中。ねえ、たまにはパッと休もうよ。頑張ったんだからさ。はい。
ご褒美。男の休暇プレゼント。あー、男の安らぎ。ジョージア、ザ・セールです。お鍋好きの山本さん、あったかいすき焼きで幸せになって。はい。井上さんにも中村さんにもあったかさいろいろ。お客様満足主義。伊東洋華堂のザ・セール開催中。マギちゃんの両軍とアーティフルジューシーよ。皆さん、お感情は、お感情。アメリカンフルーツジュニアブルーベリー新登場。ミスドリュック差し上げます。6000、そしてやはり7000という2ゲーム残されておりますから。彼を迎えに出かけて、もう1時間待ちぼうけ。カローラ2はその時、私の図書館。パタンベーシックカローラ2。フレッシェル、カネボウのフレッシェルが生まれ変わりました。もっと潤って、もっと優しい。無香料の新しいカネボウフレッシェル、お値段そのまま800円。読書の秋、スーパーバトルコミック少年 S 絶賛発売中。プレゼントもすごい。スイスイ簡単クイックルワイパー新発売。拭きにくいところもしっかり、ほこり髪の毛残しません。ね、すごいでしょ。クイックルワイパー花王から新発売。さあ、それでは続きまして、満塁ホームランを打った緒方選手です。打った時の感触を教えてください。あ、手応えは十分だったんですけどね。あの、吉武さんが登ったんで、あ、取らないでくれっていう気持ちでしたね。満塁で入った打席、どんな気分で入ったんでしょう。いや、やっぱりいい仕事したいなって、それだけですね。はい。そして一塁ベースを回ったところで右手が上がりました。あ、最初にレフトの前進を見てね、手が回ってたんで、よしと。ベンチに帰ってきてナインの反応はどうでしたか。いや、喜んでくれましたよ。まあ自分はまあ嬉しかったんですけど、照れを隠すのが精一杯でしたね。はい。ちょうど4年前、緒方選手はこの日本シリーズの西武球場で一塁に駆け込んだ時に怪我をした球場ですよね。しかし今日はすごい思い出ができました。そうですね、あの、日本シリーズはちょっといい思い出がなかったんで、今日は最高の日になりました。はい。それでは第6戦に向けて何を代表して決意をお願いします。もうここまで来たらね、一気に勝ちたいと思いますんで、精一杯頑張ります。ありがとうございました。満塁ホームランの緒方選手でした。西武球場では緒方選手に続いて、お、どうやら桑田投手もお立ち台です。そして見事完投167球を投げ抜きました桑田投手です。本当に力投でした。あ、どうもありがとうございます。今日は本当に大事なゲームでしたね。そうですね、まあ初戦6回でね、降板したんで、今日はもう完投するつもりで、負けた夜からずっと考えたんですかね。途中6回、7回、球数が多くなったあたりからどうだったんでしょう。いや、僕はもうこういう短期決戦ならね、毎日でも大丈夫ですから、もうそのため今までずっとね、トレーニング積んできたわけですから。6回あるいは7回のあたりで堀内ピッチングコーチに何かおっしゃったそうですね。まあ点差が空いたんで変われって言われたんですけど、今日僕完投することが一番の目標でしたから、もうわがまま言ってね、させてもらってます。そしてもう一つ、宿命のライバル清原選手には2本打たれました。やはり僕がね、世界ナンバーワンというバッターだと認めてるだけあって、やっぱりすごいバッターですね。しかし今日は本当に素晴らしい力投だったんですが、この後桑田投手第6戦あるいは7戦どうなんでしょう。登板はいつでも行きます。はい。
ジャイアンツ長嶋巨人の初の日本一に向けて最後に決意をお願いいたします。そうですね、まあ僕自身はね、出された試合で精一杯頑張るだけなんですけど、まあ今チームが一丸となってね、全員野球で頑張ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。見事完投勝利を抑えました桑田投手でした。10時を4分近く回っております。ニュースステーションの時間になっております。所沢球場の浅岡さん、はい、三塁側の、まあ、ジャイアンツ側の盛り上がりはすごいでしょうね今日は。すごいですね、応援席はもうとにかくあの吉村のホームラン、うん、それからあの今の尾形のホームランあたりからもなんか総立ちっていう雰囲気でね、屋外の球場で見てるとこんなにすごいのかなって改めて感じるくらいの大声援でしたね。気持ちいい勝ち方もしましたしね、ジャイアンツは。そうですね、まあ、あの昨日はちょっと悔しい負け方しただけにね、今日は本当にあの打って勝ったっていう実感のある試合だったんじゃないですか。あの打って勝った、本当に勝ったっていう感じをファンの方が持ったのはこの試合初めてかもしれませんね、今回の日本シリーズ。そうですね、今まで敵のエラーとかね、なんかもう、ね、ま、あの負けなかったっていうような勝ち方でしたからね、まあ、その打って勝ったっていう試合をですね、うん、ハイライトでもう一回ご覧いただこうと思います。ご覧のように先発の桑田、ランナースタート、1回佐々木です。抜いていきました、大塚は俊足飛ばして三塁まで行きます。これでワンアウト三塁一塁になりました。そして清原、佐々木がスタートを切ります。これがライトへの犠牲フライで今日は西武が、今日も西武が先制です。そして3回、怪我の落合に代わって昨日から4番に入っている吉村がこのホームランで同点。監督は動きません。今度は6回です。もう一度皆様ご覧ください。満塁でグラッデンに代わって入った尾形のこの当たり、さあレフトに上がって、球はどこへ行く、驚きました、尾形に。これで5対1、しかし KK 対決は今日も見せてくれました。これは6回です。このホームランです、ホームランの中のホームラン。んですけども、そして8回、今度は古藤、このシリーズは抑えられていた古藤ですが、大きい当たりだ、これもオレンジのメガホンに吸い込まれた、決定的なツーランか、ツーランホームラン。さらに河合のこのタイムリー、この回3点が入りました。それでも清原、この桑田に牙を剥いて、これも行くのか、2打席連続、しかも2打席連続バックスクリーン、痛烈な当たり、レフト線。これは9回原のもうダメ押しのダメ押しの2点タイムリーです。2塁へ行きました。ということで今日は両チーム10本ずつのヒットでしたが、9対3でジャイアンツ圧勝、いよいよ日本一に王手をかけたという内容でした。今日は解説の方3人の方にまだ残っていただいています。ちょっとお話を伺いしてみたいと思います。まず稲尾さん、はい、こんばんは。こんばんは。1回の裏の西武の攻撃を見ている限りはですね、はい、今日の桑田どうなっちゃうんだろうと思ったんですけどね、その後立ち直った桑田と、まあ、第一戦の桑田と、まあ、今日の1回から2回あたりまでの桑田とどこが違ったんでしょうかね。そうですね、立ち上がりの桑田はやっぱりね、ペナントレースでもよくあることなんですがね、慎重すぎる、そういう立ち上がりなんですよね、はい、で自分の気持ちとですね、その自分のピッチングの組み立てとのこうなんかアンバランスな立ち上がりじゃなかったかなと思いますね、うん、ところがね、やっぱり2回もピンチを迎えて、で3回からやっぱりちょっと堀内コーチに何か言われたかもしれません。そしたらこうなんかちょっとこう変化球中心の組み立てをですねストレートに変えましたね、はい、それから桑田らしさが出てきたんじゃないですかね、うん、今あのヒーローインタビュー見てましても、いつもと桑田とまた目つきが一段と鋭くなってね、これは6、7戦本当に出てくるかなっていうような気がしましたもんね。そうですよ、まあ、桑田っていうピッチャー本当にね、こういうゲームになればなるほどね、いい味が出てくるピッチャーですね、うん、まあ、日本シリーズ4回続けて投げられるというのは稲尾さんが証明してらっしゃいますしねそうですねさて野村さん、はい、あのテレビ朝日系列の解説はというか、まあ中継は今夜が最後になると思うので、やや総括的なお話もお伺いしたいんですが、
今年のジャイアンツはオールスター前と後じゃ、まあ、チームが変わったみたいになりましたよね。で昨日の9回の大久保のホームランあたりから日本シリーズ前のジャイアンツに少しなりつつあるんでしょうか、バッティングの方は。まあ元々はあまり点の取れない打線ですから、なんちたって投手力のチームには間違いないチームですからね。その桑田、今日の桑田、あるいは第2戦の牧原の完投、これがもうガラッとの選手に何て言いますか、やる気とかムードとか、はい、いけるというようなそういう手応えを与えましたよね、チームに。だから今のところヒーローはやっぱ僕は牧原だと思いますけど。ヒーローはね、それで村田が牧原の投球内容の中から西武打線の弱点であるとか攻め方をある程度いいヒントに掴んだと思うんですね。稲尾さんは今後の予想はどう予測されてますか。そうですね、まあ、ペナントレース中の西武を見るとですね、こういう土壇場になっての強さっていうのをものすごく見せつけられるわけですよ。だから追い込まれた時の西武っていうのはまた何か違った力が出てくるようなね。ですからあと一つ負ければ終わりという局面から何か今までにない西武が出てきそうな感じもするんですがね。野村さんはいかがでしょう、今後の2戦は。ちょっと予測は難しいんですが、はい、牧原がとにかく第2戦のようなピッチングができるかどうかなんですが、問題はこの杉山がかなり杉山の信頼度が高いんですよね。継投策の鍵を握っている杉山にちょっと自信というものがどうなのか、また森監督の信頼がどうなのかという、こういうところがちょっと引っかかりますけど、まあ、全ては工藤にかかってるでしょうからね。工藤にね、最後になりましたが、大木さん、はい、今日負けた、まあ、ライオンズのパリーグの、まあ、監督としてもお伺いしたいんですが、どうなんですか、ライオンズ。さっき浅尾君が言ってましたけど、どうも残塁が多いと。いつも そのライオンズらしさっていう、いわゆるライオンズの強さですね。去年、まあ、都内の野村さんのヤクルトスワローズに負けたわけですけども、あれ以来少し西武変わりましたか。そうですね、去年少し、まあ、ヤクルトに負けて陰りは感じておるんですけども、うん、しかしそれにしましてもね、これだけミスの多い西武ってのは、まあ初めて見ますね。まあ、ジャイアンツがもう本当に乗っておるわけですけども、それを乗したのは、そういう状況、まあ、心理状態を出したのはやっぱり西武のミスだと思いますね。ですから、まあ、先ほど井上君が言いましたよね、力とかそういうことに関しましては、やはり、まあ、巨人と互角以上のものがあるわけですから、やはり、追い込められた時の西武というのをね、6戦7戦で、期待したいですね。やっぱりテレビ見ているものとしては、西武が大手をかけられた、さあそれからどうするってのが一番見たいわけですからね。そうですね、うん、シリーズとしては、予測とはもう全く逆な現象が起こっているわけですから、非常にこう見応えがあるというか、楽しみな面白いシリーズになりましたね。そうですね、どうもありがとうございました。3人の皆さんありがとうございました。どうも。というわけで3、4、5戦、テレビ朝日系列でお送りしましたが、今度6、7戦、日本テレビ系列で今度は楽しむことにしようというのがテレビの視聴者の立場でございます。長嶋監督のインタビュー一部コマーシャルで切れましたが、全体のインタビューの模様はまた後ほどスポーツコーナーがありますし、そのスポーツコーナーではいつもの解説、スワローズの古田さんにも詳しく解説していただきたいと思います。もちろん今日の日本シリーズ詳しくもう一度スポーツコーナーでご覧いただくということでございます。ニュースステーションすでに始まっております。コマーシャルの後ニュースです。学研、アサヒビール、ヤマト運輸、武田薬品、フォードがお送りします。